ボールはみんな友だるメシアン。どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。マウンテントロール、山の騙しコースということですね。でこのコースは久しぶりに魔王ひし形さんのコースなんですよ。この制作者さんはですね、教科書みたいなトロールコースを作ってくれるからめちゃめちゃ上手くてやりやすいんですよね。そして説明文にトロール制作のモチベーションが消えてきた。そっか、まあいいんじゃない誰だってそういう時あるよな。たまには休息も必要ですよ。それでも作ってもらわないと僕のネタがなくなっちゃうんで、君にモチベーションが上がる言葉をあげようじゃないか。君がコースを作ることによってどこかの配信者がそれをプレイする。それを見た YouTube の視聴者さんが一人ぐらいは笑顔になるかもしれない。どうどうじゃねえんだよ。もうちょっといいまとめ方しろよ。でもたった一人かもしれないけど、そのたった一人が笑ってくれるって素敵なことだと思うんですよ。そういう気持ちで僕は実況やってます。なんか今日のオープニングめちゃめちゃいいこと言ってない？チャンネル登録者数2000人は増えるかもしれないね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.76%。 そういやスタバの新作のさ、バナナ飲んだ？僕飲んでみたんだよね、バナナ抜きで。いやバナナ苦手だからさ、でもどうしても飲みたくて、バナナの果肉があるじゃん、あれを抜きで飲んでみたんだけど普通に美味しかったね。いや果肉が苦手なんだよな。開幕キノコ様、これね絶対共感してくれる方いると思うんだけど、バナナの果肉は苦手だけどバナナ味のジュースは好きみたいな、バナナミルクとかあるじゃん。いやそういうのわかるよね。はだバナナが苦手な人ってバナナの繊維っていうのかな、あれが嫌とかぬめっとした感が嫌とか、そういうのが結構多いと思うんだよね。実際僕もそんな感じです。そんなバナナだから、バナナは苦手だけどバナナ味は好きっていう方はね、バナナの果肉抜きでバナナフラペチーノを頼んでみて、マジでめっちゃうまいからさ。でここは、はいどうもこんにちはからのさよなら。正直僕スタバが好きすぎてですね、このトロールコース最初から最後までスタバの話できそうです。迷惑極まりない、白玉団子トッピングしないで。どうしよう、本当に最初から最後までスタバの話を続けようかな。別にさ、みんな僕の実況なんて求めてないと思うんだよな。じゃあ何を求めてるかっていうと、魚とか。これ以上スタバの話をすると制作者さんにも悪いんでやめておきましょう。スタバで1000人に1人当たるレシートっていうの知ってる？僕当たったことあるんだけど、レシートもらうじゃん、それが当たり券になってて、ドリンク1杯無料、さらにカスタム何でもし放題みたいな。これ右に進む。これキノコ取っちゃっていいの？じゃあ左で逃げます。でキノコ取ったらこれ先に進めないんでねえの？ですよね。なら隠しブロックを叩いて右を引っ張る。そしてこの中にはバブちゃん、よく出てきてくれたね。いや1000人に1人ってめちゃめちゃヤバくない？確率にしたら 0.1% だよ。その強運をこのトロールコースにも分けてほしいですね。イバブちゃん、おろせー。でさ、そのレシートもらった時に店員さんからおめでとうございますって言われちゃってさ、はっ、え、何パッパカパーとか言えばよかったとか僕も乗っちゃってそういうこと言ったらめちゃめちゃ引かれただろうね。でこれ何よこのさ、もうなんだよその動き、もう下行っちゃったけど頼む2分の1あって 0.1% 当てた今日も今見せることはできないのか。待て待て、2分の1という選択肢はあってはいたんだ。僕はこのバブルにやられただけだから、この選択の勝負私の勝ちだ。最近さ、週に1回ぐらいこんなコメントが来るんですよ。こいつ薬やってんじゃねえみたいな。みんな言ってやってくれよ、この人は薬をやってるんじゃない、薬と笑う動画を作るためにやっているんだと。まあ思われてもしょうがないよな。たまにこういうコメントももらうんだけど、普段からそんな感じなんですかって。そんな感じなわけねえじゃん人と話してる時に人間いた、マジでやめて。結構おとなしいからな僕。なんだこのブンブンブン、お前もおとなしいのかい、おとなしくしてくれよこの筋肉だるま。てか前半ほぼスタバの話で終わりました。異常です、こんな実況者異常です。上に隠しブロックがあるなら右からジャンプしていくんで、そしてこのブンブンを踏んでいく。でこの四角の枠は怪しすぎる、絶対何か出てくるだろう、分かってた。バネ邪魔すんだよバネ。いいところに置いてんなこのバネ、めちゃめちゃ登りにくかったよ今。タス乗りとかそう簡単にできるわけねえってな。
逃げろよちょっとぐらい。結構あれあれだったまんだけど、たまにね思考が停止しちゃうんですよよく。僕ですね、オープニングでダルメシアンの話したじゃん。まあ今ダルメシアンみたいなパンツを履いてるわけなんですよ。正確に言えばダルメシアンじゃなくてパンダなんですけどね。そんなどうでもいい話すんだってバサバー。つまんない話をしたお詫びにパンダのモノマネをやっていきます。パンダはパンダじゃない、ドラミングピーター。ここ先に出しておくのがいいのかな。そしてパワーブロックを叩きます。俺のドラビングビート弱かったな。これは何、やっぱりキノコ様だよな。あ、待って、これさ別にキノコ取らなくても下から行けそうじゃない、こういう風によ。いや行けねえか。じゃあ走っていく必要があります。でこのドスは何、何がしてくんのか。うわ走っていく、もう走っていっちゃう、ダメー。裏に音符を隠すとか彫刻材な真似をしやがって、ドスを粗末に扱うなんて。もうちょっと年寄りをいたわりなさいよ。ここは右、私ももう年なんだからいたわってほしいですね。今年で82歳になるんじゃ、だからね。え、今日大丈夫、もう僕喋んない方がいいかもしれない。一緒やった。なんか日に日にね実況じゃなくなってきてるような気がするんですよ。雑談だったり意味わかんないことばっかり吠えたりさ、誰か止めてくれよ。その裏はいるやつだったんじゃないの、本当に止めんなって僕を。いや待て、これ隠しブロック、あ、ないじゃん。じゃあさ、あのフラワーいらなかったんじゃない。じゃあこれも先に、だからマリーを止めるだって。止めるなら俺を止めろ。わかった、これフラワー取っていいんだ。そして地下ブロックの下から行くのが正解なんじゃない。いやたまにね、マジ切れしてるんですかっていうコメント来るんだけど、僕一回も切れたことないからなゲームで。あ、ここはここに追っておけばよかったのか。そして次はゴールじゃん。あっやったー。優しい、最後絶対落ちたと思ったって。っていうか落とせ。まあモチベーションが下がってるようなクオリティとは思えないコースでしたね。素敵なコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、オートブツって読むのかな、オートブツ戦争一発マリオ。説明文にガボン兵士、もうやめましょうよ、これ以上吐くのやめましょうよ、命がもったいない。ガボン隊長、すまん、二日酔いできる。あれ、このチャンネルこんな汚いチャンネルだったっけ。でこのコースはサムネを見る感じ、ガボンが階段上に設置されてるんだけど、その下にブラパがいるんですよ。しかもそのブラパは羽根付きのブラパなんだよね。だからあのブラパがガボンを上げてくると思うんだよね。でガボンも敵を出すみたいな。いやどうやってクリアするんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.18%。 いや肋骨が治ってからというもののめちゃめちゃマリオメーカーが楽しいね。でゴール条件がガボンを全て倒してからゴール。え、このガボン全員倒さなくちゃいけないの。どうやって、あ、これ夜スキンか。ちょっとちょっと。いやわけわからんて。この敵をかわすのはわかるんだけど、敵をかわしたところでこの敵をついてくるんだよね。あ、この下に行けっちゅうことだ。ということで一番最初にブラパの下をくぐってみます。そして一番右まで行っちゃおうか。ここら辺に行ったら安全なんじゃない。で鉄橋をかわすでしょ。うわめっちゃ倒してくれんじゃん。やってやっちまった。一番最初に右に行くことは合ってると思う。で鉄橋が来たら左に逃げてみようか。これ相当気持ちいいね。かなり爽快ですよ。よく考えられてんな。でここに寄っておけば大丈夫。いや大丈夫じゃねえな。あと何体、あと6体か。自力で倒せってか。鉄橋いいところに出すね。どうかしてさ、鉄橋でガボンを全員倒すっていうことは無理なんかな。この辺でジャンプしておいたら敵、あ、めっちゃいなくなった。あと何体、あと4体だったらいけません。一番右でジャンプしておけばかなりの量のガボンを倒してくれるっていうのは分かった。いけよし、あと2体ぐらいまで行ってほしいね。でこれで、ね、あと3体か。3体だったら絶対いけるよ。ここでジャンプやったいやこれはナイスアイディアのコースだね。すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、落ちるドクロリフトでコイン集め。説明文に、突っかえずにドクロリフトを発動させたら落ちてくるのをタイミングよくジャンプしてコインを10枚集めよう。最後は慎重になりすぎずに時間内にゴールしようって書いてるんだよね。これはどういったコースか全然わかんないんだけど、とりあえずドクロリフトに乗ってコインを集めろっていうコースだろうね。いやなんか面白そうな予感しない。ドクロリフトっていうのがたまんないよな。
それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.4%。 ゴール条件があったけど、どんくらいのコインを集めるんだろうな。コインを10枚取ってからゴールか。あ、たったら10枚でいいの？そんな全然簡単にクリアしちゃうぜ。さあ、このドクロリフトに乗っていくんじゃないの？え？これ、あ、なるほど、そういうことか。ドクロリフトに乗ってコインを集めろってこういうことか。だからタイミングよくジャンプしないとコインも取れないし、向こう側まで渡れませんよみたいな。いや、面白いねこれ。いつかコインを取り逃しそうな気するな。で、今度はコイン2つ。いけるか？よし。いや、これマジでおもろいね。で、これ早めに乗っちゃった方がいいのかな。今度高くない？これいけるかな。あ、2つひっついてんだ、ドクロリフトが。ありがてえ。じゃあ今度は3つってことはめちゃめちゃ深いんじゃない？それか右側に来るか。あ、深そうな感じ。よしよしよし。で、あと3枚。あと3枚だったらもう、なんだお前。そんなところに息アップ隠すなって。で、今度は遅い。うわ、遅かったらめちゃめちゃ難しいとかかな。めっちゃ簡単。いや、最後めっちゃ難しいの来ると思うじゃん。意外とサクッといけちゃったね。でも本当に面白いコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、点滅する1-1。説明文はヒップ耐久が必要です。これね、前にも似たコースやったことあるんだけど、そん時は1-2だったんだよね。それマジでめちゃめちゃ難しかったの。見たことある方は分かると思うんだけど、本当にやばかったよね。で、今回は1-1バージョンということで、これも相当難しいんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.5%。 一つだけ言っておきます。これヒップ耐久してる時マジで僕喋れなくなるから、そんくらい全集中しないとクリアできないんだよな。さあ、どっからヒップ耐久しようか。多分1-1だったらここが一番高いところで、こっからヒップ耐久し続ければ大丈夫みたいな。いや、結構ヒップ耐久上手くなってるような気するもんな。で、次はここ右バネがあるじゃねえか。あのバネ使えたか。それを早く言わんか。いや、前回1-2の経験があるからか、かなり上手くなってきてるね。どこが？難しいよ。なんで僕はこんな難しい1-1を選んでしまったんだ。1-1だったらさ、もうちょっと簡単に作ってよ。助けて。もうね、自分の声がうるさすぎてピッピッピの音が聞こえない。ただの自業自得だけど、これはなかなかいいタイミングなんじゃない。で、次バネのところ行こうか。バネ乗っちまえば結構簡単だよな。さあ、ここもヒップ耐久していこうか。ちょっと待って、全然クリアできる気がしねえ。申し訳ないけど、ヒップ耐久してる時は黙ってていいかな。今ちょっと喋りまくってるかもしんないけど、次からちょっと黙らせてもらうわ。で、この次のバネだよな。こっからビヨーンからの。なんで下手くそになってんだよ。僕はもう喋ってた方が意外とうまいのかもしんない。マリオの真似していこうか。いや、今のなかなか良かったんじゃない。もう一回同じ方法でさせて。よしよしよし。で、次は一番高い場所はここか。やっほー、わっほー、やっほー、わっほー、いけー。よし。そんなに急がなくていい。ここだ。よし。で、次は次の一番高い場所。どこもバネがあるじゃねえか。いや、バネなんかに俺は頼んでんすよ。頼む、バネ行け。そのまま右に。あ、もつかれてきたよ。くバネ。これ作った人頭おかしいんじゃない。僕から言われたくないですよね。頼む、ここさえ越えればもうすぐゴールなんだ。次は次の高い場所はどこ。ナイスバネ。いや、このバネは。もう分かったもんね。最後のこのバネさえヒップ耐久できれば。来た来た、ゴールはゴールできる。頼む、届け。しゃー、俺がヒップ耐久名人だ。しゃしゃしゃ。いや、これ本当にめっちゃ難しかったね。ぜひおすすめしません。このコースは腕に自信ある方だけやってみて。いや、本当に苦労すると思う。でもめちゃめちゃ楽しかったですね。どうもご視聴ありがとうございました。